どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボーク、駆逐カニキ犬を駆逐せよということで、今回駆逐にムカデが来ています。僕は今回も人間側なので、駆逐はグルを駆逐することになります。はい、僕今回も人間側なんです。ですね、まあモチベの問題だと思うんですけど、まあ、いつもグル側が勝ってますよね。そろそろ人間側勝って俺も豪華な報酬が欲しいんですけど、皆さん、人間の皆さんね、頑張りましょう。はい、ということで、今回はカネキ犬駆逐の、最高難易度をやっていきたいと思います。 A ですね。使っていくパーティーはこちらです。今回ムカデカネキがですね、水属性なんで、まあ、木属性で固めたかったんですけど、まあいかんせん木属性そんな持ってないぞということですね。まあ、いつもの宝具後の重蔵と、アモンですね、フェスゲンアモンで真ん中にムカデ、これは完全にブレイク要因で、右前にこれもあれですね、あの敵にデバフをかけるということで、まあ、回復いるのか分かんないけど最高で、まあ右下はちょっと適当に入れちゃったんですけど、ハイセですね。一応ハイセはグールキラー、トリプル S マイナスなんですけど、こいつまだ 100% 熟練度 100% になってないので、別に持ってないですね。まだあれ熟練度 100% になって解放されるスキルなんで、まあ行きましょう。まあ、今回占領戦がですね3週間ということでめちゃくちゃ長いです。まあお盆休みもあるんで、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど。おっと、あ、出てるのか。カグネがさ出てなくてさ、今顔だけさ、あのニョキニョキってムカデのあれが出てるからさ、ムカデマスクが。さあ見てこれ今気づいたけど、熟練の 100% でさ全員固めてるからみんな光ってるわ。どうしようかな。まあとりあえず殴っていくか。敵の耐久値は 1,2,3,4,8 ですね。8あるんで、まあ普通にいけるんじゃないかと思います。まあいつも通りムカデで殴って、で最後スキル、あ、これあれか、あ、なんかこれあれだね、アップデートで追加されたんだね、このスキルの、何これ、スキル打てますよみたいなお知らせ。あ、ダメージ数も出てるようになってる。右にね、これはあれかな、このターンの合計かな、このターンの合計のダメージが出てるようになってますね。ちょっとここ麻痺打ちたかったんだけど、まあダメそう。ムカデうるさいな。あ、疲れてる疲れてる、ブレイクしたからね。やべえ、あいつ待って、やばい、強い、ちょ待って待って待って、うーおー、ムカデマジか、ちょっと待って、これはまずいぞ、待て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 、おー、マジか、あいつムカデを中心に攻撃してきたな。とりあえずあいつの攻撃力下げて麻痺させよう。マジか、これちょっとやばいぞ。ブレイクなかっただけマシだわ。ブレイクじゃ武器耐久値がなかっただけマシだわ。ちょっとここでどうしようかな。とりあえずハイセ出そうかな。いやでもこいつら防御力アップさせてっかな。まあいいや、アモン出して、いやどうなんだろう、アモン、いやいいや、次ブレイクアモンで確実にさせていこう。待てよ、アモンって武器耐久値を下げるスキル持ちだったっけな、忘れた。やめてくれー、うおー、つえいちいち攻撃力はえぐいんだよ。あ、やめ、待ち、食った、ちょっと待ってアモン使うの久しぶりすぎてスキルミスったんだが、まあいいや、武器耐久値マイナス3していく。ちょっと待ってね、ここでやべえな。オッケー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 。いやー今のちょっと、まあいいや、まあ結果的にブレイクはできたから、さあ、あと撤退まで3ターン。
これね、エトやってくる。あ、最後いったか。これね、エトがやられるとちょっときついんだよね。オッケー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 。ね、とりあえずアモンを二頭蔵状態に覚醒させて、これね、多分5回、いやスキル打てねえかな。いいね、打てるね、打てるけど、ちょっとこれとりあえず残しとこう。とりあえず残して次のターンブレイクできるようにしとこう。オッケー、いいよ、まだ耐えてる。ちょっと1ターン目でムカでやられた時はマジでビビったけど、今からこいつが何してくるかだな。 1.8 枚ダメージ、あぶねえ。まあ一応みんな防御力は上げてるからね。じゃあ行こうか、ラストターン、ここを耐えれば勝ち。あ、ていうかあいつあれじゃん、武器耐久値回復してないじゃん、なんか謎に。なんでだ。最高、働きます。で、まあハイセ出してもいいんだけど、ここなるべく削りたいんで、アモンで削って、アモンで削って重装やって、これバフって前衛だけだよね。でいいや、でもう一回アモンで削る。オッケー、これでどうだ。大丈夫ですよ、最終ターンで全員やられってことはないと思う、多分ね。相手まひってるしね。オッケー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 、エト死んじゃったけど、オッケー、危なかった。最初1ターン目ムカでやられた時、あ、これ負けたかなと思ったけど、なんとかアモンが頑張ってくれて勝つことができましたね。はい、ということでですね、今回金木家の駆逐初見クリアできました。今回人間側なんで、人間側の皆さん頑張りましょう。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。